高橋がオフサイドポジションにいました。相澤がつないでいきます。津田につなぐ。さあ坂田、坂田ドリブルできそうな感じじゃないですね。そうですよね。鈴木純どうだ、鈴木が来た、左で決めてきた。アビスパ福岡先制です。鈴木純思い切りのいい左足シュート、いやー素晴らしいゴールでした。いいゴールでしたね。やっぱり持ってますよね左足は。本当ですね。リプレイです。で、まあ、町田もボールをつなごうとしたのがこうあだになっちゃったのがかわいそうでしたね。もう鈴木に迷いはありませんでした。そうですね。で今のところはもうこの右足の立ち足も全くぶれずにいいところで蹴れたんでしょうね、滑らないところで。